妊娠裁判で精子検査のタミちゃん。妊娠裁判で精子検査のタミちゃん。これドッキリでもなんでもないですよ。どこはって言われた。コントで自分が受けないだけなんだ。だってこういうやつやってくれって言われたやつ出てんの。たけしさんにこの役でやってくれって言われたのって。なんなんですか。そう言ってやってくださいよ。自分だけ受ければいいんですから。そうですよ。いや役はまってる。これもやっと厳正なシーンだ。するかい。東京都千代田区水野晴夫さんの作品。今回のドッキリプランナーはなんと映画評論家の水野晴夫さん。そのハガキによると今時 UFO を出現させてびっくりさせようというドッキリ企画が。ドッキリ番組史上初のスペースファンタジー企画となっていますので、はい、ご検討のほどよろしくお願いいたしますと。はい、却下ということになりました。終わりです。申し訳ないです。早速この強引な企画を出した水野さんに具体的な企画の内容について聞きに行く。じゃあターゲット的にはどういう人？やっぱりそれは UFO を信じてる人ですよ。信じてる人の目の前に現れたらすごいよね。それは腰抜かすかも分かんないよ。先生天才だわ先生。あそうですよ。本当ですか？今分かった？いや、ちょっと。つみため。止め合いました。いやいや。止め合うとは。そして早くも作戦会議が始まった。水野さんの中ではすでに壮大なイメージができているという。大体僕はあのイメージはあるんだよね。お、そのイメージとは？あのミスターソングのあのラストのところでね、うわーって降りてくるでしょ。はい、あれじゃないかなって気がするんだね。マザーシップですか？そう。水野さんが描く今回のドッキリのイメージはまさにこのスティーブン・スピルバーグの監督作品未知との遭遇の感動的なラストシーン。地球人の前に初めて UFO から宇宙人が姿を現すシーンだという。そしてその壮大なイメージを水野さん自ら監督となって絵コンテを描き始めた。よし、はい、できました先生。はい、メジャーに。おー、できた。それです。おー、いや、しかし宇宙人のイメージが古いというか。かなり不安が残るものの、水野さんのイメージ通りに美術セット発注が行われた。そして今回のターゲットは企画が強引なだけに並大抵の人では引っかからないと判断。しかし我々は日本で唯一引っかかるだろう人を見つけた。テレビタックルで宇宙人の存在を否定派と大激論。普通のアメリカ人の写真を宇宙人だと言い張り、宇宙人の存在を実証しようとするその人の名はニラサワ純一郎。いかなる謎も解き明かされる現在に宇宙人を信じてやまない人物である。そしていよいよドッキリ当日、水野先生の発注した UFO の出来具合は大丈夫か。あこれですか。なるほど。先生いかがですか。イメージ通りですよ。イメージ通り。先生ご満悦ですよ。嬉しいねこれ。自分だってこれがなんともないよ。俺なんともないよ。乗れるよこれ。そして一番大切な宇宙人役としてキッドは知り合いにぴったりの役者がいると紹介してくれることに。先生とりあえず特撮いらずの宇宙人いますから。うちはうせねえぞ。いやいやもう見てもらえばわかります。すごいしましょうよ。すいません AD さん、宇宙人お願いします。ほらおついにもう7年経ってやっとあんまり役が決まりましたよ。そうかそうか。そうか、あと気持ち悪い。ちょっと被ってみ、被ってみますか。イメージ的に。これ日が暮れたら怖いよ。いや本当に遭遇しちゃってますよここで。早速水野監督自ら宇宙人の演技について厳しい演出が始まった。
いいかい、はい、この企画はね、成功するかしないか全部君にかかってんだからね。はあ、もし失敗したら全部君の責任だぞ。あ、僕どうですか。そうだよ、当然だ。あのね、そうだな、我々は地球へやってきた宇宙からの使者だ、使いだ、そういうのちょっとやってみな。我々は地球にやってきた宇宙からの使者だ。もうちょっとね、もうちょっとなんかあの、なんていうかな、あの心を込めていった方がいいね。心を込めて、うん、我々は宇宙人だ。違うよ、ダメだな、それはね、まるであのぬいぐるみが喋ってるみたいだよ。ついに宇宙人正座してる。初めて見たよ。宇宙人いないでしょうね。それでは今回の作戦について説明しよう。まずターゲットを一人にさせないといけないので、 UFO を呼ぶという偽番組を設定する。その司会にキッド、コメンテーターに水野春夫を置き、宮沢さんをゲストに呼ぶ。そしてロケ中にスタッフが電話が入っているとターゲットをロケバスの方へ呼び出す。その途中のドッキリポイントで突如ターゲットの目の前に UFO と宇宙人が現れるのである。その偽番組のセットはこれ。 UFO を呼び出す外人コンタクターはそれらしい人をスタンバイ。香港製の SF 映画ですね、これ。たけしさんね、今の見てきたでしょ。これは絶対確率高いと思いませんか。私思いますよ、絶対間違いない。見ててごらんなさい。いうかね、最悪ボツる可能性あるよ。何を言ってるか。怖えな。そしてついにターゲットの宮沢さんが現場入り。果たして水野さんが考えた強引なこの企画は成功するのか。いよいよ偽番組が始まった。ソニージャイアント緊急来日、今夜ついに UFO 出現、1億3000万人の未知との遭遇スペシャル。というわけでいよいよ始まりましたね。ついにこの時がやってまいりました、はい。と偽番組は順調に進み、ゲストとして呼ばれたと思っている韮澤さんにインタビューする。さあ、韮澤さん、ついに来ましたよ、この時が。だいぶムードは盛り上がってるようですからね、まあ期待したいと思いますね、やはりこの人相当信じている。いよいよ収録の休憩中にドッキリ開始。電話が入っているとスタッフがロケバスに韮澤さんを誘い出す。はい、オープニング以上です、ありがとうございます。もう来てんの。ロケ車の方に電話が。あ、私ですか。あ、そうですか。どこ行った。さあ、それではですね、我々モニターで見てみましょう。おっと、行ってますね。水野先生、引っかかりますよ、これ絶対。思惑通りじゃないですか。この森を抜けると UFO 出現ですよ。ハローの夢を乗せて着きましょう。さあ、来た。果たして水野さんの傑作に韮澤さんはどんなリアクションを見せるのか。森を抜けると UFO 出現ですよ。ハローの夢を乗せて着きましょう。さあ、来た。よしよし、リアクションですよ、リアクション、最初のリアクション光るでしょうか。まず光りますよ。うわ、何やってんの。地球の皆さん、こんばんは。後でやるわけ。水野さんのドッキリは大失敗。なぜ引っかからなかったのか話を聞きに。あのね、窓の位置がね、ちょっと不自然で。窓の位置が不自然だ。韮澤さんが見たものとはちょっと不自然だと。そうそうそう、ある位置にまとまってあるんですよ。
平沢さん監督になってください、何を全然ダメだもう。しかし撮影失敗にどうしても我慢ならない水野さん、宇宙人に対し怒り出した。俺が言ったとおりどうしてやってくれないんだよ。ちょっと手つぶれてる。どうも偉い違いしたじゃないか。少し表情出てきてんな。怒れてるな、ちょっとな。どうじゃないよ。これはね、監督が全てなんだから。殴りかかるんだから、宇宙人。なんだろう。でもええな、ちょっと。おその態度なんだ。おお、疲れるぞ。さあこれだけ絞られたらね、たまらないでしょう。もう宇宙へ帰るって気分になってますよ。いや、もう覆面取って家帰るって言ってますよ、ね。あれ、お、何でしょう。何か言うよ。これは失敗したけど、なかなか感動上変だな。宇宙人で不適されてるの、こうなってるんだよ。あと、こうやって下向いてるの。だけじゃねえよ。宇宙人がいいよ、これは。あの目が怒った顔の人、ちゃんと怒ってるように見えるんだもん、だって。水野さんの本当の顔、怖いですね。ドッキリとしては失敗しましたけれどもね。なんか一応作品としてはなんか面白くて。静岡県西村正幸くんの作品。この企画はトイレが突然動き出したらというもの。この西村くんの作品を実現させるため、静岡県伊東市にある伊豆グランパル公園に撮影協力を要請。ここに訪ねるカップルや親子を狙う。そこで必ず人々が通る入園口脇に特製簡易トイレを設置。この特製トイレのポイントはこの鍵。ひとたびこの鍵をかけるとスイッチが入り、10秒からカウントダウンを開始。そしてカウンターがゼロになった瞬間、なんとトイレの床がせり上がるのだ。こんな仕掛けがしてあることを知らず、用を足しに来た人々のリアクションをキャッチする。いよいよ作戦開始。早速子供連れの人妻二人組がやってきた。だが入らない。そしてこの二人も入ってくれない。次にカップル、トイレの方に男が寄っていく。入ってくれるのか。入った。何も知らず鍵をかける男。カウントダウン開始。ベンチに座り彼氏が出てくるのを待つ彼女。パンツを下ろししゃがんだ。成功。続いてやってきたのは中年男性。何やら躊躇しているが、入った。そして慎重にドアの鍵をかける。カウントダウン開始。お尻を出すがすぐさまズボンを上げ始める男性。しかしこの時彼の目に映ったもの、それはおばさん3人組。彼は身動き一つせずおばさんたちが通り過ぎるのを待っていた。次に3人組の男女。小走りにトイレに向かう男性。入った。とここで帽子の女性もリュックを下ろしトイレに向かった。入ってしまうのか。ドアを開けた。なんと髪をもらいに戻ってしまった。その時、お尻登場。お尻を見て笑い転げる女性。お尻を出しておどおどする男性。どないなってんのこれ。そしてお尻退場。
我々は地方の景色が一望できる大室山に移動。山頂までリフトを使ってトイレを運搬。果たして観光客はこのトイレに入ってくれるのか。作戦開始。やってきた一人の男性、まんまとトイレに入った。手間取りながらも鍵をかけ、カウントダウンスタート。ズボンとパンツを一緒に下げしゃがみ込むと、その時、今度は二人組の男性、談笑を交わしながら何も知らずに二人ともトイレに。カウントダウン開始。大パノラマに下半身を晒した二人はなぜか笑い続ける。そして、すごい綺麗だよ。さらに我々は伊東で一番美しい人工浜、伊東オレンジビーチでグレードアップした特製簡易トイレを監視小屋脇に設置。まずこの男性でどこがグレードアップしたのかお見せしよう。何も知らず男がトイレに入り、鍵をかけるとカウントダウン開始。ここまでは先ほどのトイレと同じだが、何も知らず男がトイレに入り、鍵をかけるとカウントダウン開始。ここまでは先ほどのトイレと同じだが、まず最初にやってきたのはカップル。男が彼女にバッグを手渡しトイレの中へ。カウントダウン開始と、その時彼女がトイレの異常に気づいてしまった。だがもう遅いのだ。排水管パイプに捕まり、そのまま海へ引っ張られていく。そして水上スキー、波しぶきを浴びながら便器は沖へと進む。心配する彼女が上手に乗ってると思いきや転覆。続いてトイレを目指して走ってきた男、慌ててトイレに駆け込み、カウントダウン開始。かなり急いでいるのか一気にパンツを下ろす。そしてほっと一息。大転倒。ご迷惑をおかけした皆さん、本当にごめんなさい。いいですよ、この引っかかった人はね、みんな喜んでらっしゃいますもん。嬉しかった。あの、なんか頭からゴーンって打った人、よう見たらちゃんと受け身してましたからね。今回このトイレの制作費がですね、500万円ほどかかりました。一番ノールで。そうですね、あの、ぜひこのトイレを買い取りたい方は番組までご連絡いただきたいと。埼玉県小山明さんの作品。今回の企画者はトラック運転手の小山明さん28歳。現在妻と2歳の子供と幸せに暮らしている明さんだが、実は一つだけ妻に対して大いなる心残りがあった。やっぱり結婚式挙げてやれなかったのが今でもお母ちゃんにかわいそうなことしたなって思ってるんですよ。明さんの青春時代、その不良ぶりは中学から始まり、近所でも有名な札付き。そして高校を2日で中退。荒れた日々を送る。しかし
しかしその後彼は手に職をつけようと上京し大工の道を目指す。そんな時現在の奥さん由美子さんに一目惚れ、積極的なアプローチで彼女のハートを射止めた明さんは半年後に同棲。しかし二人に結婚式を挙げるゆとりなどなかった。それでも由美子さんは家事や育児をこなしながら10トントラックの免許を取り家計を支える頑張り屋さん。結婚式したいしたいって今でも言うんですよね。俺もやっぱ籍入れで結婚式してけじめつぐんじゃねえかなと思って、それでやろうかなって決めたんですよ。そんな奥さんを喜ばせるため番組に企画を提案。奥さんには極秘のドッキリ結婚式を挙げることとなった。まずは小山さん夫婦が勤める会社の所長さんに協力してもらい偽の結婚式を設定。人数が足りないという理由で奥さんに出席をお願いしてもらった。僕の友達の結婚式があるわけ。はい、何も知らない奥さんは喜んで話を承諾。そして迎えた作戦決行の日、会場は横浜駅東口にある崎陽軒本店である。本物の結婚式と全く同様に看板や料理のほか様々なアイテムがスタンバイされていく。もちろんこの新郎新婦や両親、両家の親族など全員が今回のために用意された偽物。そしてこの披露宴会場の隣には由美子さんと明さんの友人や親族といった本物の列席者に隠れてもらっている。今回の作戦はまず偽披露宴の途中で由美子さんに電話が入り2人は席を立つ。その間に偽物と本物が入れ替わり会場に戻った2人はなんと新郎新婦として迎えられるというもの。由美子さんのために急遽駆けつけてくれたご両親、ご両親にとっても心待ちにしていた娘の結婚式、そして家にいるはずの由美子さんの妹と娘の千尋ちゃんも隣の部屋でスタンバイ OK。 いよいよ作戦開始。上司の知り合いの偽結婚式に由美子さんが明さんと会場に到着。まずは偽の新郎新婦に挨拶し席へと向かう2人。完璧に仕組まれたこの披露宴に由美子さんは何の疑いも持っていない様子。作戦は上々。しかしリラックスしている由美子さんに対し明さんの様子がちょっとおかしい。緊張してるでしょ。ちょっとなんで慣れねえかなこういうのよ。だからたまにはね。緊張してないよ。緊張してない。またいいですか。ん、何？すみません。トイレか。トイレ。なんか自分の格好しか。トイレに行ってくるということで席を立ったアキラさんだが、実は彼にはどうしてもやっておかなくてはいけないことがあった。それは新郎新婦入場の段取り。そこで一礼して、つけとね、その。そして何事もなかったように席へと戻る。これどこ来ると結婚式したくなるんですよ。本当かよ。本当かよ。え？それ自分だってやりたいでしょ。やりたいっすね。ね。やりたいっすね。どうやら徐々に緊張も解け会話が弾んでいるようだ。そして隣の部屋ではいよいよ由美子さんを外に出すために妹が電話をかける。作戦通り由美子さんがロビーへと向かった。明さんも心配するふりをしてついていく。そしてついに本物と偽物総勢100名の大入れ替え作戦が始まった。ロビーに行って戻ってくるまでの時間はたった5分しかない。その間に完璧なスタンバイをしなくてはならないのだ。その頃2人はなんと喧嘩していた。もしもこの移動が由美子さんに気づかれたら一巻の終わり。そんな緊迫した空気が会場に立ち込めていた。由美子さんのご両親も緊張した面持ちでなんとか席に間に合った。その頃仕掛け人の妹さんは少しでも時間を稼ごうと必死に電話。横浜だよね。うん、シューマイ買ってきて。お土産のシューマイ。まあ今ちょうど始まる時なんですよ。買ってきて、ここぐらい。あ、分
うん、頼むね。うん、じゃあね。じゃあね、はい。はい、電話を終えた妹も会場に走る。しかし、まだ全員がスタンバイしていない。果たして間に合うのか。ここで緊急事態発生。なんと2人はもうエレベーターを出て会場へと歩いている。果たしてスタンバイは間に合ったのか。電話を終えた妹も会場に走る。しかしまだ全員がスタンバイしていない。果たして間に合うのか。ここで緊急事態発生。なんと2人はもうエレベーターを出て会場へと歩いている。果たしてスタンバイは間に合ったのか。ロビーに人気はなくなっている。どうやら間に合ったようだ。そしてさんと由美子さんの10年遅れの披露宴がついに今幕を開けた。その会場には両親をはじめ妹、娘、親族や友人などの顔ぶれが揃っていることに由美子さんは動揺を隠しきれない。アキラさんの目にも熱いものが込み上げる。そして披露宴を終えた2人はタキシードとウェディングドレスに着替え、改めてご両親に花束を贈る。ウェディングドレスなんて着る機会もないと思ってたんで、本日は皆様のおかげでウェディングドレスも着れました。本当お母さんとお父さんも結婚式挙げてなかったんで、ずっと心残りでした。本日はありがとうございました。そして2人の宴はケーキ入刀の時を迎え、最高の盛り上がりを見せていく。バージンロード、その夢が夫の手によってついに今現実となった。10年遅れで立った神の前で2人は永遠の愛を誓う。こうして感動の式を終え、アキラさんが仕掛けた作戦は全て大成功に終わったかに見えた。しかし実は一つだけ失敗した作戦があった。それはつまみ枝豆、あまりの盛り上がりに登場のタイミングを逃す。すいませんでした。つい感動してしまいまして、出ようとは思ったんですけど、すいませんでした。いや、締めくくりは枝川さんが。やっぱりね、こういうのには弱いよ我々は。いやいや、ね、見事にね、なんていい番組なんだろう。今更ながら、これ今更ながら東南アジアの性病一体何やったんですか。それを考えてちゃんと俺が出て泣かせる純愛もの、はい、これだっていうのを見せたいんだよ。あるんですか。みんな見たら泣くよ。あ、愛というものはこういうもんだ。俺も一回あんな恋をしてみたい。東京都足立区ビートたけしさんの作品。嫌な予感。
形が形の意味が違うこれいいのあれうるさい終わり終わりいろいろね番組の強弱つけて最後流すだけじゃないと最後は流しから怒りに入るという怒りですよねこれでもうなんとどうだい終わってしまったんだろ今のラスト今のがラストなんですごめんそんな弱いでもそんな弱いでもいいですよ結婚式は最後にしましょうそれから水野先生の宇宙人あれ短めにしましょうお前らなんで編集したんだよこれどれがどうなるかわからないですけども一応だから審査員審査員の皆さんに委員長ちょっと委員長とみんな相談して平成なの審査の上でですねグランプリを決めていただきたいということなんです相談とかいろいろあるんですけど普通なんかこういうね紙と鉛筆あるんですけど何にもないんですよ俺見てねえしよ俺見てねえし知らないでしょどうしましょう審査したり普通別室に行ってねなんかおのおの喋ってこう決めるとこでそれは別室あの用意しておりますんであそうなんですかじゃあ皆さんお立ちくださいはいじゃあちょっと審査の方行ってまいりますのでさあそれでは決まったようです審査委員長のですね、うん、東野さんから発表していただきます、はい、じゃあこちらのマイクの前でちょっと僕分かりましたじゃあ対応しますよ一応ではドラムロールお願いしますおー発表します第1回 D1 グランプリはちょっといいですかボケてくださいって書いてるんですよはがきをご紹介いたします、長野県にお住まいの上条正樹君からですプレッシャーの中で芸人はどれだけ受けを取れるかということなんですさあそれではビートたけしの D1 グランプリグランプリ大賞発表しません待ってくださいよ。こんな組なんでね、ボケる外中で。志村さんやりーな、ほんだら。ありがとうございます。じゃあ志村さんに。こんな顔してればやりーな、あんたが。ボケの顔だよ、それ。ボケの顔ってなんだよ、それ。顔がボケの顔。僕ツッコミやから。はい、わかりました、わかりました。それでは志村さんに発表していただきましょう。お願いします、どうぞ。発表します。字が読めないの。すごいな。やっぱり志村君すごいな。これはいいよ。やっぱり大丈夫だよ。それでは武さん発表お願いします。ないのネタ。発表します。第1回 D1 グランプリはゴルフジャンボ兄弟に挑戦。ゴルフやってまして。3番目は辛いわこれ。申し訳ありません、ですね、グランプリの発表の方は、はい放送の時に発表するということで結局、これ放送に耐えるかどうか分かんないんです東京都足立区北野武さんの作品聖なる審査の結果第1回 D1 グランプリは東京都山下聡くんのこっそり楽屋にいる芸能人を見てみたいという企画に決定しましたどうもおめでとうございます
番組では第2回のグランプリに備え大爆笑の D1 グランプリ企画を募集します。ご覧の宛先までご応募ください。